あれ？誰もいないのかな。タッカーさん、ニーナ、なんだ、いるじゃないか。ああ、君たちか。見てくれ、完成品だ。ジンゴを理解するキメラだよ。いいかい、この人はエドワード。エドワード？そうだ、よくできたね。よくできた。信じらんねえ、本当に喋ってる。あー、査定に間に合ってよかった。これで首がつながった。また当分研究費用の心配はしなくて済むよ。エドワード、エドワード、エドワード、エドワード。お姉ちゃん。タッカーさん、ジンゴを理解するキメラの研究が認められて資格取ったのいつだ？2年前だね。奥さんがいなくなったの2年前だね。もう一つ質問いいかな。ニーナとアレキサンダー、どこに行った？君のような勘のいいガキは嫌いだよ。そういうことだ。この野郎、やりやがったな、この野郎。2年前はてめえの妻を、そして今度は娘と犬を使ってキメラを練成しやがった。そうだよな、動物実験にも限界があるからな。人間を使えば楽だよな。何を起こることがある。医学に代表されるように人類の進歩は無数の人体実験の賜物だろう。君も科学者なら。ふざけんな。とても残念だよ。君なら私の研究を理解してくれると思っていたんだけどね。